アレン君、いつまでそこに立っているつもりなんです？あのどうして主任を助けに行かなかったんですか？すぐに引き返していれば連れ戻すことができたかもしれないのに。あれのわがままで皆を危険な目に遭わせるわけにはいかないでしょう。でもだったら今からでも助けに行けばいいじゃないですか。先の潜入でラビュリントスの警備も強化されているでしょう。下手に手を出しても余計立場が危うくなるだけです。それはわかりますが、でもそんな悠長なことを言っていては主任が危険に。ジンさんは主任のことが心配じゃないんですか？あのすみません、言い過ぎました。アレン君、あれが心配なのは皆同じです。シオンは先立ってのグノーシステロがきっかけで、父スオウズキが連邦を裏切り、ユーティック機関へのレメゲトン提供の橋渡しとなっていたことを知ってしまった。父がユーティック機関に関与していた事実を私が隠していたこともね。あれはね、信念なんてものじゃなく、半分は私や父親に対する当てこすりで行動しているんですよ。そんな脆弱な土台の上に立った信念なんてものは、些細なきっかけによって崩壊する。だからこそ心配だ。あれの行く先に待っている真実、ここにはシオンが知ってはいけない何かがあるような気がする。何かって？それはまだ何とも。ただ最近あれがよく倒れることがあるというのが気がかりでね。最近主任が体調を崩しがちなことですか？ただ体調を崩しているだけならね、さして心配じゃない。というと？あれの母親がね、同じような病状だったんですよ。主任、お母さんと同じ病気？ジンさん、大変です。シオンさんが大変なんです。主任が？どうしたんです？今、ペブロニアさんが来ていて、とにかくブリッジへ来てください。